まもなく FIFA ワールドカップ2022が開幕します。中区の住吉神社ではグッズが授与されるなど早くも応援モードです。ではお守りを一つ買ってみます。すいません、これ一つお願いします。これはワールドカップを前に気合が入ります。4年に一度のワールドカップ、今月23日いよいよ日本が1次リーグ初戦を迎えます。住吉神社では恒例となったワールドカップ応援巫女が姿を現しました。4年前、小学4年生でワールドカップ応援巫女として神社に奉仕した上本丁寧さん。サッカーは大好きなので選手の皆様頑張っていただきたく存じます。あれから4年、中学2年に成長し、気持ちも新たに応援巫女のたすきをかけます。小学生の頃はまだ慣れていなくって、今年もう一度やらせていただいて、もっと前回より頑張らせていただきたいなと思っております。選手の方々にも頑張っていただいて、ぜひ優勝していただけたらなと思っております。また境内ではヤタガラスがデザインされたワールドカップサッカー守りやサッカー絵馬を受けることもできます。選手のユニフォームが濃くなりましたので、それに合わせましてお色も濃くなってリニューアルいたしております。はい、県内で日本サッカー協会公認のお守りを受けることができるのは住吉神社だけだということです。お守りを授与されるとワールドカップ限定の御朱印も受けることができるようになります。さらに、そしてこちらご覧くださいませ。はい、私のネイルも、はい、おー、期間限定で試合を入れてもうみんなで応援をさせていただいておりますので、はい、普段はネイルをしないというネギも常に応援の心を持つため今年初めて施したということです。頑張れ日本。この跳ね上げがポイントでございますね。そうなんです。サッカーのようにやっぱりこう、はいはい、蹴ってまず1点取っていただきたいなという。今年も神社を挙げてサッカー日本代表を応援します。